これちょっとずるくないですか。グラスホッパーでこれですよ。こんなものね、もう欲しいに決まってるでしょ。これ考えて思いついた人天才だわ。まあ、タミヤの社員のどなかだとは思うんですけどね。いやこれ、この世代で生きてた人間がこれを見てね、うまいことやりますね、タミヤさんね。いや、すごい、素晴らしい。これはもう絶対買いですね。グラスホッパー、これなんだろう、名前がコミカルグラスホッパーですね。いやー、すごすぎる。皆さんこんにちは、ガガの高橋です。先日ラジテン名古屋にお邪魔した時に、私の YouTube をね見てくださっているという、なんとね女性の方ですね。お名前が出しちゃいますが、ホームコースどちらかわからないですけど、小林美希さんという方ね、お声掛けいただきまして、で、まあ、そのね周りにいたお連れの方からね、その小林さんの走られている動画とかもね見させていただいたんですけど、めちゃめちゃ上手ですよね。すごい上手で、その方からね質問をいただいたんですね。でただね、ちょっとね質問の内容がいまいちよくわからない。いろいろ言ってくださったんで、なんか私はとにかく勝ちたいんです、今度愛知のね名古屋港のタミグランで勝ちたいんですってね。で、車は私はいろいろいっぱいあるけど、タミヤからね、どれがいいんですか、私は TA06 で勝ちたいんですと。で、どうやって勝ったらいいんですかね、まあ、なんかすごい質問をね、マシンガンのように言われまして、結局ね一番の趣旨は何かってわからないままに私帰っちゃったんですけど、きっとですよ、おそらく一番要は勝ちたいってことですよね。マシンは何でも、だって何の車がいいのと言ったけど06使うっていうのはもう決めてますし、要は勝ちたいんですよね。でつまりタミヤグランプリで勝つにはどうしたらいいかってことですか。これ困った質問ですよね。これ仮にね私が教えしたら、それが全部正解なら全員優勝になっちゃいますからね。まあというので、まあ一応この経験の中でポイント、勝つためのね、まあ、小林さんがすごく情熱のある方なので、まあちょっとでもね勝利に近づけるように私が何か、もしね、ただね上手な方がねすごいお友達にいらっしゃるようなんで、まあ、私なんかにお話しすることはあるのかなと思うんですけど、まあ、一応私が思うね、タミグラでのね、ちょっとでも順位を上げる方法というのをお話ししようかなと。ポイントはいくつかあると思いますよ。まあ、とりあえず一番大事なのは、これはいろんな方も聞きますね、とにかくタミグラ、もうねスタートが命です。スタートが命、自分が前列の時にいかに人よりも早く第一コーナーに入れるかっていうのは一番勝利に近づける一番大事な方法だと思います。だからスタートの練習をしましょう。ドライバーズオンザトーン、プーっていう音ありますよね、プーって、もうプーが鳴るか鳴らないか、まあ、フライングのギリギリを狙っていく感じ、まあ、フライングしたらもうね待たないとペナルティーになっちゃうんで、もうとにかくそこを練習するしかないです。でタミグラフリークの中では実況する、例えば城下君とかね、内田さんとか実況する方、笠井さんとかいろいろいらっしゃるじゃないですか。その人の押すタイミングの癖を知っているという強者までいますから、敵になるのはそういう方ですからね。なので、まあ、とにかくスタートに命をかける、まあ前住ね聡君なんかはもうスタート抜群に速いです。
いつ見ても必ず第一コーナー最初バシッと突っ込んでいくんで、まあ、とにかくスタートへ命というのを覚えておきましょう。次に後列の時ですね、もうとにかくがむしゃらに前に行こうとしても無理です。なぜか分かりますか？全員に前に行きたいからですよ、ね、あの多いと14台とか、まあ、12台とかデフォルトですよね。少なくとも10台とかじゃないですか。そこで、ね、自分が前に行く熾烈さというのはもうこれはもうね、あのもう運だけで行くとしたらもう天文学的確率ですよ。みんなもうねすごい入り乱れてスタートするわけですから、そこで、まあ、これがタミグラの楽しさでもあり厳しさでもあります。そこをどう切り抜けるか、とにかくね、まあ、もうこれ経験なんですけど、実はただそれをね経験じゃしないといけないのかよって話になるんで、とにかく注意すること、絡まない、もう俺が私が絶対に前に行くんだっていう場合大概自滅します。もうとにかく絡まない。だから、その車の勢いを感じ取ってね、引くときは引く、行くときは行く、そして行くときはインあのアウトからは行かない、絶対インから行くっていうのを、強く守っていただいて行くと。で、とりあえずね、あと単独では絶対にミスらないこと、もう自分で自滅しているようではやはり前行けませんね。まあ、これはもうあのタミグラだけじゃなくて全ての、ね、レースに言えますけど、とにかく単独で何もない時にカーンとぶつかるっていうことがないように集中しましょう。あと、まあ、見られた限りあのラジテン名古屋さんでね、ツーリングなんかもやられてるみたいなんですけど、ちょっと走り方のイメージを少しねイン側に寄せて突っ込み気味に入るっていうのをちょっと意識した方がいいかもしれませんね。アウトからね綺麗にアウトインアウトでスーッと走ろうとするとやはりねすごい常に混戦なので、タミグラっていうのは。だからあのイン差し込もうというもう狙われているのが全員なんですね。だから、とにかくイン側はインベタで走るしかないです。インベタで走ればあのアウトから抜けないっていうのがね、経験ある方なら結構分かってますから、アウトから強引に攻めていくことないです。だからイン側を詰めてインインで走る練習をするといいかもしれませんね。コーナー突っ込んで飛び込んで、パワースライド気味で、方向転換すると、ね、そういう技術も、少し練習しておくといいかもしれませんね。まあ、あとはそうですね、まあ、明らかにペース速い車が来たらね、そのヒートでトップになるっていうことは重要ですが、一番重要ではないですね。例えばその出られるクラスに、70人いらっしゃると、そしたら、まあ、5ヒートぐらいに分かれますよね。そのヒートトップゴールになったところでそれが確実に上位いけるかと、そういうわけではないんですね。なのでペースを上げるっていうのが一番重要なんです。だから明らかに速い車、もう自分の格上だな、今日私より明らかに乗れてるなっていう車迫ってきたらわざと前に行かすっていうのはすごく有効な手段です。でそしてその人に引っ張ってってもらう、その人が抜く、ね、前の、周回遅れの方パスするのにパスするときにね、自分も便乗してパスさせてもらうとか、そういったのも非常に重要になるので、かたくなにブロックするというのはね、あまりいい結果を生まないかもしれませんので、そこもポイントですね。あとそうですね、 TA06 を使われているということで、 TA06 はちょっとね、あのほらバッテリーが縦にねまっすぐ乗っているので運動性能、リアを軸にしてブンブンって動く運動性能とても速いんですが、荷重を乗っけてちっちゃく曲がるって実はあんまり得意じゃないんですね。なのでまあ、まずは TA06 の癖をいっぱい掴む、 できればラジアルタイヤとか履いて、あの駐車場みたいな路面でね、ちょっとヘアピン断行を曲がる練習をちょっとしておくといいかもしれませんね。であまり普段はおすすめしないんですけど、まあ、ターンインブレーキですね、もう頭ノーズダイブさせて突っ込んでいって、
瞬間的にフロントに舵をかけてターン向きを変えるっていうのは、まあ、正直ねあまりおすすめしないです。本当はまあ、いずれまたね動画でなんかでも話しようと思うんですが、あまりおすすめの技術ではないですけど、まあ、そういったものもちょっと練習しておくといいかもしれませんね。ただこれはラジテン名古屋さんとかでは絶対やらない方がいいですよ。そういう動きはね、ドクタミヤグランプリ、勝利のための独特の練習だと思ってね、そういうのもちょっと、やってみるといいかもしれませんね。まあちょっとダラダラと言いましたけど、まあ、これどれもこれもきっとでも見せていくことだと思いますが、まあ、とりあえず頑張りましょう。頑張ろう。何もできないですが、まあ、応援してますんでね。小林美樹さんですか、まあ、貴重な女性ドライバーなのでね、精一杯応援したいと思いますので頑張ってください。頑張ろう。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。